伸長率とは製品が元のサイズからどれだけ伸びるかっていうところを示す数値で、私たちはこれを向上させるために日々開発に取り組んできました。人間が日常生活の中でかがんだり立ったりするときにかかるその最大の負荷というのは2キロと言われていて、例えば伸長率が 46% だと2キロの負荷がかかったときに生地としては伸び止まってしまう。そのより快適なデニムっていうところを作っていくためにさらに伸びる伸長率っていうのがウルトラストレッチジーンズを開発することになりました。ユニクロのウルトラストレッチジーンズとは、デニムのデメリットである硬いだったりとか動きにくいっていうところを解消するために、ストレッチ性を最大限入れることによって普段の日常の生活でもものすごく動きやすくて快適っていうところを目指した製品になります。その伸長率を高い数値で担保しようとするとどうしても密度が入ってきてしまうので、デニムとしてはその表面がフラットでウィメンズのような表情のものというのになってくるんですけど、その縦糸の番手だったりとか横のストレッチ性を担保するためのポリウレタンの太さだったりとか、あとはその打ち込み本数密度っていうところはいくつもその試作品を挙げて開発することによって、ちゃんとメンズのデニムらしいオーセンティックな表情を持ちながらも高い伸長率が発揮できるウルトラストレッチジーンズとこだわって開発してきました。従来のウルトラストレッチジーンズでもお客様から非常にやっぱその快適性という面では非常に高い評価をいただいてましたが、やっぱりさらにそこを超えるものっていうのはやっぱ開発していきたいという思いがあって、その快適性という面では伸長率だけではなくて他の面からのアプローチっていうところでも開発取り組んでいきたいと考えています。